今回は日露戦争について解説するぜ。あれ、今回は茶番はないのね。前回茶番を入れてみたが、不評だったのでな。今回は真面目に話そうと思うぜ。まあ、いいと思うわ。それで、日露戦争って？日露戦争とは、1904年から日本とロシアの間で行われた戦争だぜ。当時、アジアの弱小国家に過ぎなかった日本が、朝鮮や中国の利権を争って、ヨーロッパの大国ロシアと戦ったのだが、周囲の予想を裏切り日本が勝利したことで、日本は強国として認められ繁栄の道を進み、欧米列強に苦しめられたアジア諸国は日本の勝利に湧き上がり、逆に敗れたロシアはアジア進出を諦め、バルカン半島進出へ方向転換し、最終的には第一次世界大戦のきっかけの一つになっているぜ。まあ、世界史的にも非常に大きな意味のある戦争だったのだな。そんな歴史的な戦いに圧倒的不利な状況から勝利した日本って、かっこいいわね。まあ、確かに日露戦争は大日本帝国の黄金期とも言えるかもな。当時の誰もが日本がロシアに勝つとは思っておらず、まさにジャイアントキリングって感じだぜ。ただ、この日露戦争こそ、日本を太平洋戦争へと引きずり込んだ、破滅の原因だと思っているんだぜ。いわば、大日本帝国の終わりと始まり、だな。教科書をはじめ、華々しい面に目が行きがちな日露戦争だが、今回はあえて日露戦争の罪について触れていくぜ。よろしくお願いするわね。ということで、日露戦争の悪影響について触れていくぜ。今回は3つのポイントについて解説するぜ。1国際関係、2国民の意識、3軍事戦略。まず、最もマクロな視点の国際関係だ。日露戦争の結果何が起きたかというと、アメリカとめちゃくちゃ険悪な軍役になったんだぜ。日露戦争が終わったのが1905年なのだが、1907年にはサンフランシスコで反日暴動が勃発し、日本人のアメリカ入国を禁止。1908年に日本とアメリカは紳士協定を結び、アメリカは排日法案を作らない約束をしたのだが、1913年に紳士協定を破り、アメリカで排日特法を成立。さらに1922年には日本人移民の市民権、非科権を剥奪したぜ。めちゃくちゃ排日じゃない？ああ、そうなんだぜ。あとは有名なのは、人種差別だな。霊夢、世界で初めて人種差別を撤廃しようと言った国はどこか知ってるか？え、わかんないけど自由の国だし、アメリカじゃないの？実は、日本なんだぜ。第一次世界大戦後の国際連盟規約の中に、人種差別の撤廃、を明記する、と日本が言ったのだな。これは国連で多数決の結果賛成多数だったのだが、こんな大事なこと全員賛成じゃないと決められん、と言ったのが、アメリカだったんだぜ。まあこれは日本とアメリカが仲が悪いから、というよりはいろいろと国際的にしがらみがあったわけだが、日本人からすると人種差別撤廃は素晴らしいことなのに、反対しやがって、となるわけだな。排日法の制定と合わせて、アメリカ嫌いが加速したのね。でも、日露戦争の結果なんでアメリカとの仲が悪くなったの？ロシアとならわかるけど。いい質問だぜ。まあ、一言で言うと、中国の利権争いだな。ロシアと日本は中国と朝鮮の利権を争って戦争したわけだが、アメリカも中国に進出したかったんだぜ。そこで、当時日本と同盟を結んでいたイギリスと共にアメリカは経済的に日本をバックアップしたのだな。超頼もしい後ろ盾の2国ね。ああ。ただ、この頃のアメリカは、解禁党、という名目を掲げていたこともあり、本音は、わかってるよな。俺たちのおかげでロシアに勝てたら、美味しいとこたっぷりよこせよ。いや当たり前っすよアメリカさん、みたいな感じだったぜ。そしてアメリカの多大な援助もあり、日本はロシアに勝利。中国、朝鮮の権益を獲得するのだが、日本は中国大陸の利益を独り占めし、アメリカには何も見返りがなかったぜ。熱い手のひら返しね、アメリカから見たらそうするかもな。ただ、逆に日本からしたら、犠牲も多く、国民が苦しい思いをしてやっと勝ち取った勝利なのに、なんで何もしてないアメリカに手柄を分けないといけないんだよ、って感じだったろうぜ。まあ、どっちの気持ちもわかるわね。何にせよ、アメリカとの対立の出発点となったことが日露戦争の悪い面の一つ目だぜ。次は国民意識だな。日露戦争を受けて、世論がどうなったかという話だぜ。アメリカと仲が悪くなったし、アメリカのことが嫌いになったとか。まあ、もちろんそれはあるぜ。ただ、一番大きいのは、中国大陸への固執、だな。先ほど言ったように、日露戦争は多大な犠牲と戦費のもと、ようやく掴んだ勝利だったんだぜ。どれくらい多大だったかというと、当時の戦費は歳入の約4倍に当たる20億円だったんだが、今の歳入は大体100兆円なので、大体400兆円とかになるぜ。あんたのガバガバ計算だからかもだけど、大きすぎてよくわかんないって感じね。ああ、そんな金が当時の日本にあるわけもなく、日本は借金しまくり、税上げまくりで、国民は重税下で苦しい生活をしてたんだぜ。すべては、勝利するために。ところがロシアになんとか勝利したものの、賠償金がもらえなかったんだぜ。こんなに苦しい思いをして頑張ったのに、私たちには何も得るものはなかったのか。いや、あるじゃないか。
それは中国大陸だ、という感じに国民の意識が変わっていったんだぜ。つまり、苦しい思いをしてロシアから得た、数少ない利益の一つが中国大陸の利権だったので、それは何としても渡さない、とそれに固執したってことね。ああ、そういうことだぜ。この後、日本は中国進出をさらに加速させアメリカとの対立を深めていくんだぜ。有名なところで行くと、シベリア出兵、21カ条の要求、満州事変、日中戦争だそうだな。10万の英霊と20億の国金蔵をつぎ込み、ようやく獲得した中国の利権を手放せるわけないだろう、という、日本人の意識が、アメリカとの対立を深め、太平洋戦争に繋がっていったんだぜ。先祖たちが命を張って獲得したものは、死んでも渡さない、という考えだったのね。そういうことだぜ。犠牲の大きい歴史的勝利だったゆえ、勝利していたものを手放すことができず、中国に固執した国民感情が生まれ、結果として太平洋戦争の原因を生んだ。これが日露戦争の3つ目のポイントだぜ。最後は、少しミクロな視点。軍事戦略だぜ。軍事戦略？ああ、軍が勝つための基本戦略だな。今回は太平洋戦争のメインであった海軍について説明するぜ。まずは日露戦争での海軍の戦いを見ていくのだが、最も有名なものは日本海海戦だな。ああ、教科書とかで見たことあるわね。日本海海戦とは、日露戦争の最後に日本海で行われた日本とロシアの最終決戦だぜ。東郷平八郎率いる日本海軍が、ヨーロッパ最強クラスだったロシアのバルチック艦隊を一方的にフルボッコにし、近代戦ではありえないレベルでの一方的勝利を達成したぜ。ロシアは全38隻の艦隊のうち、沈没、打砲などで33隻を失ったのだが、日本は水雷艇という小型船を3隻失っただけのまさに完全勝利を達成したんだぜ。この勝利の要因はいろいろあるのだが、そのうちの一つに戦艦のスペックが考えられたぜ。日本のリーダー船、ミカサ、はイギリスから購入した当時世界最先端の新鋭戦艦であり、ロシア艦隊からの集中砲火を受けても、これを沈まずに耐え切ったんだぜ。逆に、ロシアは日本の新鋭戦艦の前にあっという間に沈められてしまったんだぜ。その結果がこの大勝利であり、これを踏まえて日本海軍の中であるスタンダードが生まれた。それは対艦巨砲主義という、簡単に言うとでかい戦艦が最強という考え方だな。絶対沈まない防御力を持ち、どんな相手も沈める攻撃力を持った戦艦を作ったら最強じゃね、という。小学生もびっくりなシンプルイズベストな考え方だぜ。単純だけど、この時はうまくいってたのよね。それならいい戦略だと思うけどね。この時はな、太平洋戦争になると、戦艦の時代は終了。時代は航空機の時代に移っていたんだぜ。大きな図体で動きの遅い戦艦は航空機にとっては的でしかないんだぜ。太平洋戦争時、大きな戦艦は無用の長物と化し、ただ燃料消費をするだけの日々を過ごしたぜ。皮肉にも、マレー沖海戦でイギリスの新鋭戦艦をあっさり沈め、航空機の時代を世界に告げたのは、他でもない、日本海軍だったんだがな。それにもかかわらず、日本は貴重な資源を使って大和、武蔵などの巨大戦艦を作ったのだが、それらが完成した時にはもうすでに戦艦の活躍の場はなし。大和、武蔵は大きな戦艦を挙げることができず、日本の誇る最強の戦艦は太平洋に沈んだぜ。日本海海戦の歴史的勝利という過去の栄光に溺れた結果、気づいたら時代に取り残されていたのね。そういうことだぜ。とまあ、ここまで日露戦争のもたらした影響を見てきたが、最後にまとめるぜ。日露戦争は、大国ロシアと弱小国日本の戦い。世界の予想を裏切りロシアを破った日本は、列強国としての栄光の階段を駆け上っていくぜ。しかし、中国利権を独占したことや、その後も中国に固執したことが、アメリカとの対立を招き、最終的に、太平洋戦争の延々となった。さらに、日本海海戦の完璧な勝利が、皮肉にも対艦巨砲主義という古い考えから抜け出せない原因となり、日本海軍の敗北、そして破滅へと進んだぜ。日露戦争は、列強国としての栄光の始まりであったと同時に、大日本帝国の破滅への始まりだったということだぜ。長くなったが、今回は以上だぜ。気になった点や間違いがあればコメントで指摘してくれだぜ。高評価、チャンネル登録してもらえるととってもとっても嬉しいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。